はい、こんにちは。吉正の時間です。ということでね、今回はね、ちょっとね、満を持したというか、これですね。アリ。ということで、皆さん、まあ、おそらくこの本手に取ったことないかもわからんですけどですね、これ上下感があるんですよ。ね。上と下。ね。これ下。これが上。これはまあ、なんか、読んでもらえば分かるけど、絶対的通信というのをアリが行って、それぞれの経験やなんかをね、共有してる、そういう絵です。はい。これをね、書かれたのはね、フランス人、ベルナール・ウェルベルという方でしてね、まあ、こういうことですね。うん。1962年ってことは私よりも若い方なんですけども、これを私買ったのは1996年ぐらいかな。大抵新聞で取り上げられていたんで、この人の書評がね面白いよということで、うん、で買いました。で、まあ、ネタバレなので中身は言いませんけどもですね、まあ大体ですね、こんな感じですね。ですね、まあアリが主人公なんですよ。珍しいのはアリが主人公ね、あれが主人公でございまして、そしてですね、まあこういうベルオ館というね、こういうアリの巣が舞台でございます。これはベルオ館という舞台で、なんか後書き読んだらね、まあ、この人がさ、この方がね、あのアリが好きらしいです。でアリが主人公ということ、うん、私も大変こうすごいね影響を受けたのはですね、私も書いたものがですね、それがですね、あのちょっとこう影響を受けたんですけど、これいろいろ登場人物っていうか登場人物あれが出てくるんですけど、番号なんですよこれがまた。うん、あの女王にはね、あのなんかねベロキューキューニという名前が出てるんですけど、他はね、あのお座りとかね、327号とかね、まあ、だって娘さえ56号とか、兵隊アリは103683号とかね全部ね、これ番号なんですよ。なんとか号っていう、ね、601号と4000号と、うん、こんな感じで全部名前が付けられてるんですけど、まああのまあ何、バンペアリ、シロアリ、傭兵アリ、仮面アリとかいろいろそういうのが出てますけどもですね、まあ主人公プラスアルファその何登場してくるのがそのアリのなんとか号っていうのが出てくるだからこういう生物に興味のある方、昆虫に興味のある方はかなりこの方はバリバリにアリも飼って見えるし、アリが好きな方なので、作家がね、うん、ええと思いますけども、まあまあ私としてはまあちょっと純文学的な感じでね買ったんですけど、うん、当時高かったんですよこれ、まあ、1500円かける3000円もまあね、安月給当時のどっ か、わざわざ出してよく買ったなと思うんですけど、まあこういう本もありますということでね、ご紹介します。ではまた次回お会いしましょう。